はい、どうもこんにちは、XQQ です。はい、今回はザ・ XQQ& クローショー、はい、コンテンツのお時間です。ゲスト、はい、ゲストのジュニアです。はい、どこ部門所属？最近はカルボナーラ専門職でやってます。はいはい、はい、今回はね、まあ、クリップを見ていくコンテンツなんですけど、先月ぐらいにこう皆さんのランクの動画を募集していたようなんですけど、それを使って、皆さんのねランクマッチを当てていく動画を撮ろうかなと思います。プレイを見てその要素からランクを導き出すっていう、うん、はい、今回ね推理がうまいジュニアさんがいるのでね、期待ですね。まあ、結構見てるんで、うん、いろんなランクの人の試合は、まあ、確かにコーチングもね。じゃこれ外したら結構大問題ってことですよね。まあ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 自信はあります。でもはいはいはい、恒例行事なんですけど、あのイヤホンが絵のごとく2個しかないんですよ。もういい加減3個用意してほしいなって思うんですけど、はい、2人でじゃんけんしてください。まあ俺音なしでも全然わかりますよ。ちなみに2人でじゃんけんしてください。俺はもうどうせもう確定なんで、俺はそう確定なんです。はい、買った方が1人で使えると。頑張って買って。最初はグッ、最初はグッ。ちょっとなんで、なんですか今の。ちょっと今あのリズム今もうチョキ出しちゃったんですけど。え、見てない見てない。まあでもそれもまた心理戦なんで。はい、最初はグッ、じゃんけんポン、あいこでしょ、あいこでしょ、はい、こう、はい、1位、はい、タイムアウト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 、これテクニカル、テクニカル、オッケー、オッケー、準備できました。はい、最初はグー、じゃんけんポン、あ、負けましたね。はい、まあ、どうぞ。しょうがない、これは。しょうがない。これが左耳？それ右です。右、はい。どうですか、今の気持ちは。多分大丈夫だと思います。はい、じゃあ見ていきましょうか。右からだけね、はい。VC 使ってますね。うん、あ、もうすでに俺シルバーを感じる。これはあれ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 っすかい。おお、これはねかなりエイム練習はしてると思う。まあ個人的には大体わかりました。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。うん、じゃあジュニアさんから聞いていきましょう。いいですか。はい、これシルバーさんです。シルバーさん、はい、その心は。味方と敵がシルバータイっぽくて、その中でも結構強そうなんでシルバーさん。なるほど、はい、ゴールド3。うん、ゴールドですか。うん、まあ、相手が甘えすぎてるんで、はいはいはい、そういうランク帯かなと。まず、なるほどなるほど。でエイムはかなりこの1キル目から2キル目にこのタワーを振り向く感じとかのエイムが結構ちゃんとしてるんで、実際はどうだろう、もっと高いのかもしれないけど、エイムはかなりいい方だな。なるほど。僕今気づいたんですけど、これあのキーバインドすごくないですか。なんだこれ。あ、でもマウスボタンを4に割り合って、待って、ウルト何これ。ウルトマウスホイールか。これちょっとなんか別芸出身感がありますね。まあ、この辺のキーバインドを見る限り僕はそうですね、うん、ゴールド1かなと。出揃いましたね。出揃いましたね。シルバーからゴールド、うん、ゴールド3、ゴールド1。はい、正解はフライ1。あー惜しい。ニアピン、ニアピン。思うんですよね。でも俺シルバーの夢ではないと思ったよ。シルバーの人に強い人結構強いですよ。でもシルバー舐めてる、うん、もしかして。いや別に舐めてないけど、まあいいクリップなんで、やっぱりいいとこしか見えてないんで分かんないですけどね。私はシルバーの人の味方ですから、はい、そうなんですか。うん、やればできると思ってます。おなるほど。じゃあ次行きますか。次行きますか。 1V5 クラッチでした。 2V5 イオンファントムですか。あー、もう分かりました俺。はや、お、エース、エースある？エースないんか。エースないんかい。まあ味方に取られたんじゃない。ちょっとね、もう構成自体が、僕はこれフラクチャーで見たことないんですよ、キルジョイ最近。はいはいはい。ジェット、レイナ、バイパー、スカイ、キルジョイは、まあ、ちょっとねフラクチャー出た当初はちょろっと見たかなと。なんでこれ古いクリップなのかなっていう雰囲気が結構ありますね。イオンファントムだし。確かに古いクリップとかあるこれ。古くないですよ。
もうチェットがもうナーフされてるんで。あ、そうだ。じゃあこれはもうそういう構成が出るぐらいの魔境。魔境魔境だと思いますね、はい、なるほど。待って、これブリムストーン味方のスモークやんけ。そう、ブリムストーンスモークは味方なんですよ。味方のスモークやんけ。これ味方のスモークがドロップ攻めなのに、ここかタワーだと思う。ロープ、いや、ドロップ攻めされてるのにここにスモークをたかれるっていうことがまずどういうレベルなのかっていう。決まりました。これ、はい、も大丈夫です。じゃあジュニアさんから。また俺から。はい、これブロンズさんです。なるほど。その心は、まあ、単純に打ち方がちょっとまだこなれてないかなっていうところ、まあ、はいはいはい、あとさっきも言ったように、まあ、全体的なスキルの他の人のブリムストーンのスキルだったりもうちょっと気になるので、はいはいはい、まあそんくらいなのかな。ゴールド1、ゴールド1、はいはいはい、いいとこ行きますね。このジェットレイナが両チーム即備されてそうな雰囲気、はい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 、これはまあ割と高ランク帯ではありえるけど、やっぱそこにキルジョイがいる、もうこれがすごい重要なファクターになってるんじゃないかなと。なるほど。それでいてまあ結構スキルは好きを持ってる。これはゴールド対スタックそこまで言う。ゴールド2かなと。なるほど。思いますね。1って言ってなかった。 2に変更で、はい、2変更、はい、なるほど変更。シルバー2。おお。シルバー、ブロンズぐらいからプラチナぐらいまでのプレイを見たことがないんで、あんまり。なるほどなるほど。今のシルバーからプラチナがどれぐらいなのか分かんないんで、結構勘です。ジュニアさんは最終的にちょっと上げた方がいいかもなと思ったんですけど。それ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 。まあいいです。ブロさんでいいです。正解はブロンズ2。ほら。言ったでしょ。あれなんかホラーホラーって言う前、ホラーってどういうこと。1分前ぐらい。ちなみに俺は1キル目の時点でブロンズ2か3だと思ってたの。でブロンズ1って逆にどうなるんですか。まあ、じゃあもう俺はもう分かったら、もう分かりましたって、もう 目つぶりましょうか、もう分かった時点で。正解はジュニアさんということで。正解しないでしょ。ニアピンですね。1ニアピンプラマイナス、ボギーと言いますか、ボギーですね。9ラウンド目か。ちょ惜しい。4敗、4人同時に喋ってる。メテオじゃん。ちょっと待ってください。何、このチェンバーは何をしてるんですか。え、上見てたんじゃないのこれ。チェンバーは何をしてるんですか。わかんない、何したんだろうこれ。これはツイッターに上げてますよ多分、クリップを。いやでも最後は仕留めきれてないんで、まあでもそうか、それまではいいもんだ。それでも強い。おかしいな、4人いるんですよ。拾ってるわ。ね、なんで4人ここにいるんだろう。おかしいんですよこれは。で相手エコラウンドで A4 プッシュ、ちょっとよくわかんないですね。プラちゃんさん、はいはいはい、いや、ダイヤ1、ダイヤ1、ダイヤ1かな。僕のプレイするランクがダイヤなんで、ちょっといるんですよたまに。いや、こんなに強い人いる。いるいるいるんだ。だってこんだけ AM よかったら上がってくでしょ。いや、これ相場やってるのがミソなんで。なるほどね。そう、微妙に上がれるか上がれないかのキャラクターをやってる。はいはいはい。そう、黒選手僕はイモイチイモイチ。いや、ちなみに言うとこういう甘えたプレイってレディアント隊でもありますから。これいや、もう全然相手はね、モータルワンですか。いや、まあちょっとぶっちゃけこれ推理できるものが少なすぎるんで、うん、はい、エイムで見るしかないですよね。で、一つ気になるのがこのチェンバーが何してたかっていうのが一番気になるところで、うん、そこしか推理ポイントないんですよエイム自体はめっちゃ強い、うん、もう別にレディアントにいてもおかしくないけど、この敵の甘え方もね、はいはいはい、そう、多分あのチェンバーが落ちてんのか何してんのか分かんないけど、はい、まあ、上見てたとしたら、なんだろう、マップを見れてないか音が分かってないか、うん、どっちかだと思うんで、なるほど、その辺を鑑みてイモ1です。まあ、敵のプレイを見てイモ取り1だと。はい、はい、じゃあジュニアさん最後。俺これプラチナさんだと思います。お、はい、その頃は、まあ、エイムはいいんですけど、多分ね、俺これはね、マグレなんじゃないかなと思ってて。それはリスペクトが足りないんじゃないですか。いやいやいや、あの、やっぱり周りのレベルとかも考えると構成もそうだし相手の甘え方もそうなんで、まあ、はい、ダイヤモンド隊というよりはプラチナダイヤ中間くらいの隊で、で結構エイムは強い人のプラチナなのかな。ホイナラさんで大丈夫ですかそれは。はい、大丈夫です。本当に大丈夫ですか。はい、大丈夫です。本当に、はい、正解はゴルさん。ほらほらほらゴルさんめっちゃ強いやん。
もうね、いやゴルさんなんてこんなもんよ。ゴルさん、ゴルさんでもこんなもんよ。急に知ってる風なことを言いますね。ゴルさんでも強い人強いよ。アセントチャンピオンバンドル、お、引き伸ばしてますねこれ。あ、俺もう分かりました。俺もう見なくても分かります。もうこれシャドープレイ取ってますね多分。めちゃくちゃ入ってますねキーボードの音が。これ間違いシャドープレイだね。パラノイアを連打してる。まあ 0.1 秒でも稼ぎたいですから。じゃあもうタタタタタタって聞こえた？さっきの聞こえた聞こえた。あーでもちょっと気になるな。いやちょっと気になるポイントは、まあ、構成自体はまあ結構アセントはもう本当にオーソドックスなものしか出ないですからね。うん、このタタタタタのあとはマウスクリックの音ですよね。シャドープレイミュートボタンあるんでね、ぜひ。あのこれ相手の攻め方が A ショート5っていうのが4か分かんねえや。気になるな。これは、ね、難しいフローこれ。でもかなりオメン使い込んでる感じするけどね。はい、うん、まあオメンは結構やってそう。これ多分 1試合に3回ぐらいコネーション入ってますね。アセント特有 A ショート強気オメンかなと思いますね。ダイヤモンド2。おお。いやー難しいな。もっと上の可能性はある、ぶっちゃけ。なるほどなるほど。なるほどね。見てくださいこの顔。こいつバカにしてますみたいな顔してますね。バカにしてます。まあいろいろちゃんとしてるなっていう、はいはいはい、感じで、まあ、この3キル取っても、うん、まあロー HP ってのもあるけど無理に狙いに行かない感じ、うん、でスキルも全部使って、いやもっと高いかもなって思うけど、ダイヤモンド2ぐらいなんじゃないかなって思います。これプラチナ2です。おお。さっきあのバカにしてた理由としては、これ多分これダイヤ2の人が提出するクリップじゃないと思うんですよ。なるほど。ダイヤ2の人はもっと強いクリップ出せると思うんで。なるほどね。俺はダイヤ2の人が、うん、メタ的にメタ読みしてるってこと。うん、メタ読みです。なるほど。はい、まあ、言われてみればそうだ。で、あとまあ普通にヘッドショットラインとかちょっとキャラコンも微妙なところが多いので、はい、であとまあ味方の動きまでは分かんないですけど、あんまりまあそのくらいなのかなと思いました。僕はダイヤ1かな。ダイヤ1、うん、まあダイヤかなって感じですね。まあ、決してベストクリップを送ってくる人が全てではないと思うんですよ。まあ、結構味方がね、周りの味方がしっかりしてるっぽいの でなおかつここもっとランク高かったらもう絶対これ引かないと思うんですよ。倒してパラ当ててこれ行くと思う。後ろに飛びそうだもん。わりかしまだちゃんと頑張ってランク上げたいって思ってるレート帯かなと思いますね。正解はプラ3。プラ3 プラ3。まあ俺またニアピンでしたね。え、なんて言ったよ。プラ2？ プラ2です。あー、ボビーですね。いいですか？もう分かんないですこれ。このゴールドからダイヤ付近でもバッチリ当てるのは無理でも、プラマイ2くらいはいけるんちゃいます？言われてみるとっていう感じはするからね。うん、これあと100回ぐらいやったらもうどんどん上手くなっていくかもしれない。上手くなっていくかもしれない。100回今日はこんなところですかね。こんなところですかね。推理、まあ、推理外があるようなクリップがね多かったので、まずこんなクリップをたくさん送ってくれると助かりますね。いや選手、感想どうでしたか？まあ、そうですね、これは結構推理ゲームとして面白そうなので、はい、まあ、今後もねぜひ続けていきたいなと思います。はい、あ、やりたいんですか？呼ばれれば来ます。もうなんなら自分で募集して自分でいや自分で募集して自分でやったらできねえか。自分答え知ってるやん。パクリってことですか？企画の。いやリスペクト企画。なるほど。はい、はい、ということで今回は、視聴者クリプテーションのランクを当てようゲームでした。まあズバリ賞はいなかったですけど、そうですね、ぴったり難しかったですね。次回はね当てれるように頑張ります。まあ、なんとねこれまだまだ続くらしいんでね、はい、概要欄にリンク置いておくので、まあ、内容的にねめちゃくちゃ、いや俺レディアントだけどこれめちゃくちゃプラチナじゃねみたいなプレイしたらねぜひ送ってほしいですね逆もしかり、これマスターズチャンピオンズで見たプレイしたわみたいなね、分かんないんでね。もう、うん、もし皆さんもね同じように僕らと同じようにコメント欄で推測してもいいですし、まあ
次は参加者となってもいいので、はい、高評価とチャンネル登録お願いします。終わり方相変わらず忘れたんですけど、これどうやって終わるんだっけ。それじゃあ皆さん、さよなら。さよなら。